福井のみです。小学3年生の9歳です。私は4月から4年生になります。4年生になったら、学校で1時間目、2時間目、3時間目、4時間目、5時間目、6時間目、ぜーんぶ体育にして、ドッジボールをしたいです。もし、ドッジボールをするとしたら、6試合あるので、 その6試合ぜーんぶ勝ちたいです !2 個目、二個、二個目は学校のことで、私、昔は算数が大嫌いだったんですけど、先生がわかりやすく教えてくれたので、算数がめちゃくちゃ大好きになりました大嫌いの逆転ですはい。なので、 学校でお泊まり会とかして算数とかをいっぱいお勉強してもっと算数が好きになりたいです。私は学校のことですがみんなは習い事とかまあ習い事で言うとピアノとかもっといろんなことあるからみんなはどういうことがやりたいんだろうね。 知りたいです。じゃあ、ありがとうございました。